アフリカとガリネズミ目は、哺乳酵に分類される目。かつては、食虫目に天レックア目として含められていたが、分子系統学的解析により、主要な食虫目が属するローラシア獣ア目ではなく、アフリカ獣ア目の系統であることが、明らかになった。プロテンレックは、中心与のアフリカ大陸に生息した初期の天レック。 現在アフリカ大陸に生息しているのは最初期に分岐したポタモガーレアカのみである。それ以外のテンレックアカ、ジネズミテンレックアカ、コメテンレックアカはマダガスカル島に生息する。この3系統の共通祖先がマダガスカルに渡ったのは4700万から2900万年前と推定されている。またアフリカに残ったポタモガーレア以外のテンレックは 約2000万年前に地続きとなったユーラシア大陸からラ来したトガリネズミやハリネズミたちとの生存競争に敗れ絶滅していったと推定されている。以下の厳正する分類群はブロナージェンキンスに従う。和名はカワタラに従う。ありがとうございます。